皆様おはようございます。お元気でしょうか。本日はねこちらを使って一品作っていきたいと思います。春菊ね、嫌いな方すごい多いんじゃないかと思われますが、私もねちょっと嫌いです。そして唯一ね、食べられる、春菊料理ですね、開発しました。もう5年ぐらい前にね、もうそれまではあの鍋とかに春菊が入ってると もう他の具が台無しだよ、まずいよみたいなね、感じでもう大嫌いなんですね。そして、この春菊、やっとねいい食べ方を発見したので、ここで皆様にお知らせしましょう。まずね、春菊根っこの硬いところはねちょこんと、こういうところもね、ちぎってください。ちぎって汚いところね、ちぎって捨ててください。はい、そしたらざっと洗いますよ、お水でね。はい、ざっと洗ったらよくねお水聞きましょう。ガンガンガガンガガガンガンボーですね。はい、そうしましたらあとはですねこの葉っぱのとこはね、まあ、大きめに、切っちゃってください。ガツンガツンツリリンコですね。はい、この切った葉っぱ、これはねお皿に盛り付けましょう。はい、そしてこっちのね茎の方ですね、茎の方はやや細かめにね刻んでください。ガツはすごい春菊のね鮮烈な香りというんでしょうか、もうこれすき焼きとかにもうね最初から入ってるのもう台無しだよみたいなね感じなんですが、この食べ方であなたも春菊好きになっちゃいましょう。はい、お皿の方にね春菊ですね、はい、全部乗っけちゃいましょう。お皿の方にですねがっつり春菊一袋分ですね、はい、刻んで乗っけました。そしてこの上にですねあとはこの豚バラですね、豚バラの焼肉を乗っけるだけ、春菊豚バラサラダと言いましょうか、春菊豚バラ、豚バラ春菊ね、これを作ってまいりましょう。それではね、フライパンに火を入れて肉を焼くだけでございます。はい、フライパンにね、軽く油を敷いて、熱してあります。はい、ここへですねもう好きなだけ、豚バラ肉ですね、もうできたらね、まあ、牛バラでも構わないと思いますが、できたらちょっと脂っこいお肉の方がね、美味しいと思います。何しろ春菊はね結構まあ味の強いようなね、お野菜なんでね、それをこう油を下に絡ませて緩和しちゃうじゃねえかみたいなね、感じでございます。それではね豚バラ肉、火が通るまでね焼いてまいります。はい、豚バラ肉の方にですね、火が通りました。はい、そしてここで登場するのが、こちらですね、焼肉のタレですね。はい、これをガーンと回しかけて、ガンガンガガン、スリリンコですね。はい、あとは混ぜ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 っていうのでお願いいたします。もう豚肉に火が通っておりますのでね、いざっとです、もう15秒ぐらい。はい、ここで火止めちゃいましょう。はい、そうしましたら、あとはね、この春菊バラの上に、乗っけて、はい、完成となります。すいませんね、今日も手抜きで。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、豚バラ春菊運んでまいりました。そして最後に、マヨネーズですね、ちょこっと添えさせていただきました。それではね、いただいてみたいと思います。はい、ガツンガツンツリリンゴと、お前これ別に春菊じゃなくてキャベツでもいいんじゃねえの、まあおっしゃる通り、その通りなんですが、まあこの春菊、このお肉の脂っこさですね、これを春菊のねもう超爽やかさっていうんですか、これがねもう最高最高最高でございます。一味をつけてからマヨネーズをつけの、はい、こう春菊たっぷりですね、いただきます。まあ、春菊生で食えんのかみたいな感じなんですか、食べても間違いはないと思われます。昼でそのでしめしめしめめしですね、いただきます。いや私もね5年ぐらい前まで春菊もう大っ嫌いでね食べなかったんですよ、まあ、ある日ねもう春菊いっぱい待ちでこれどうにかしなくちゃいけないんですよ。これやったらあなんだお前生のは春菊って臭くねえじゃん、爽やかなんだみたいな感じでね食べるようになりました。いただきます。この春菊の茎のところのプチプチ感もねたまらないし、いただきます。そしてこの春菊っていうのはですね、あのかなりのね栄養価高いね、植物でございまして、もうビタミン B1、ビタミン C、それからカロリー、鉄分、
もうやめられないほど入っているんですね、もう。ですからこの豚肉のビタミン B12 と一緒に食べてしまえばこっちのもんじゃないのみたいな。でシワを防ぐ作用とか抗がん作用とかもね、最近発見されているらしいでございます。爽やか、うまい。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、豚バラ春菊の作り方、これをね動画にしてみました。熱をと酸が臭いですが、生で食べるとねシャキシャキ爽やか、もう本当に美味しいんでね、皆さんも一度やってみてはいかがでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。失礼いたします。うまいです、最高の豚バラ春菊、春菊、もう春の菊と書いて春菊、花は咲いてないよ、葉っぱだけだよ。それでは失礼いたします。おーっと、その前に動画アップのモチベーションを保つために皆様温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。